テオケ2021ファイナリスト第1ラウンドの組み合わせ発表、最後の8組目は呂布カルマ VS ニーニョ。それではお二人席の方にご着席ください。ありがとうございます。それではまず呂布カルマさんから一言お願いします。どうも、去年のチャンピオンで今年は2連覇を宿命づけられてるんですけど、呂布カルマです。こんばんは、頑張ります。ありがとうございます。ニーニョさんお願いします。いや、埼玉からコンティナースファインパイプ、俺がニーニョ、呂布カルマぶち倒します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、記者の方ご質問ありましたら挙手でお願いします。はい、お願いします。ニーニョさんはいきなり去年のチャンピオンと当たるわけですが、何か作戦とかありますか？作戦というよりも、自分がもうここまでやったら負けねえだろってぐらいフリースタイルして挑もうと思ってます。ありがとうございます。他にご質問あるでしょうか？はい、お願いします。呂布カルマさん、去年のチャンピオンとして、まあ、第一試合の相手としてニーニョさんはどうですか？いや、俺の出城がちょっとでも多くなるように楽な相手にしてくれてんのかなみたいな思いやりを感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょう、他に。はい、お願いします。それの言葉を受けてニーニョさんは何か思うことありますか？まあ、舐められてんなってマジで思うっすね。まあ、あれもニヤーっとしちゃったんで、ぶち殺すよっていう気持ちは誰よりも熱いんで、舐めないでくださいって言っときます。ありがとうございます。他に質問のある方挙手でお願いします。はい、お願いします。ニーニョさんに埼玉予選を振り返っていかがでしたか？はい、埼玉予選は今年はもう若手が出揃ったって感じの大会で、まあその中でも自分が上がるとは誰も思ってなかったですけど、まあ、ライブも任されてたんで、もうリハーサルからお前ら舐めてんじゃねえぞって言いながらぶちかましてたら優勝しちゃったって感じで、まあそこで一緒に戦ったケイルだったりクラッシュだったりが年末活躍してたんで、自分も活躍して頑張りたいなって思ってます。ありがとうございます。さあ、他に質問どうでしょう？はい、お願いします。お二人とも、まあ、決勝戦まで勝ち上ったとして、もしその、まあ、対戦したい相手がいれば教えてください。呂布カルマさんから。決勝で当たりたい、まあ、なんかちっちゃい全部ちっちゃい因縁の回収みたいに思ってるんですけど、まあ、なんかそうだな、誰ともあるんですよね、全員と因縁があるんで、まあ、むしろ一番この1回戦のこの子にないぐらいなんで、まあ、本当誰でもいいんですけど、まあ、その日一番強い人と俺以外でやるのがいいんだろうなと思いますね。まあ、それは何回戦でもいいんですけど、その日一番強い人と俺がやらないと意味ないなと思ってます。なんか今日の会見の時点で、あ、こいつ強そうだなというか仕上がってるなみたいな人っていらっしゃいました？いや、ボンズはだいぶ仕上がってましたよねめっちゃ盛り上がったんですけど、さっき楽屋で見ててボンズ仕上がってましたね。まあそう、まあ分かんないですね、みんなその丸出しにするやつと秘めるやつといるんで、楽屋だったぐらいじゃちょっと分かんないですけど、うん、まあ、当日次第って感じですね。そうですね、本当そうだと思います。はい、ありがとうございます。ニーニョさんいかがですか？決勝で当たりたいのはチェホンさんですね。それは何でですか？東日本の決勝で敗れてるんで、まあチェホンさんが端っこっていうのをさっきご覧見たんで、まあ決勝で当たるのはチェホンさんかなっていう、うん、で、まあリベンジでぶち殺してやって優勝、一番いいかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして次の方お願いします。
お二方は300万円の賞金の使い道などは決まっていたら教えてください。よふさんからお願いします。いやもう俺はちょっとお金貯めてるんで、将来大金が必要になるんで、当てがあるんで、あのお金を貯めてますね。300万も貯めてます。ニーニョさん、たっぷり湯煙に浸かってリラックスしたいなと思ってます。で、仲間たちとヒップホップなことして埼玉とでけえことしようと企んでます。ありがとうございます。どうでしょう、他にご質問ありましたら。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお二人前に出ていただいて写真撮影の方をお願いします。続きましてカメラにも出演の方お願いします。ありがとうございます。それではお二人お退席ください。ありがとうございます。当日も試合よろしくお願いいたします。ありがとうございます。